ニュースをお伝えします。敬愛する最高指導者金正恩委員長に訪朝したキリスト教国際機構代表団から贈り物が贈られました。4日、ウラスピクセ・トベイト団長が朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員の朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会キム・ヨンナム委員長に贈り物を手渡しました。偉大なキム・イルソン主席の回顧録、定期とともにの第1部、抗日革命編第1巻の第2章、忘れ得ぬ家電より、5、独立軍の除血、リー・ガンリンと、第4巻の第12章、解放の春を目指してより、3、革命鮮魚、超つか、その1、4、革命鮮魚、超つか、その2が、ブラジル先軍政治研究センターのホームページに載りました。太陽節に際してロシアと南アフリカ、ベネズエラで著存の図書、写真、美術展が催されました。会場に偉大な金日成主席と偉大な金正恩総書記、敬愛する最高指導者金正恩委員長の不滅の業績を見せる写真が掲げられていました。また不正室の偉人たちの普及の著作と著存の今を紹介する本と写真、美術作品が展示されていました。各界名士のほか市民多数が会場を訪れました。催しで発言した人たちは展覧会を通じて金正恩委員長の正しい導きのもと、常に確信を持って堂々と明るい未来へと進む著存についてさらに深く理解するだろうと述べました。太陽節に際してインドの新聞インディアン&ワールドイベント、ワールズミラー、オーシャンニュースポイント、インターネットメディアのボイスオブミリオンズが偉大なキム・イルソン主席の写真とともに特集しました。メディア各社は永遠なるキム・イルソン主席の生誕106周年に際してなどのタイトルで、国と人民、時代と歴史に尽くして成したキム・イルソン主席の不滅の業績を詳しく紹介しています。海外諸村人の祖国統一のための団体である国際コリョ人統一連合会が月刊社会政治雑誌統一2018年4月号を出しました。雑誌には中華人民共和国を非公式訪問した敬愛する最高指導者金正恩委員長が歓迎式場である人民大会堂に習近平国家主席と共に入る写真入りで、金正恩委員長の歴史的な中国訪問についての記事が載りました。そして金正恩委員長が平壌を訪問した南朝鮮大統領の特使代表団と国際オリンピック委員会理事会会長に会ったことが載りました。また偉大な金日成主席の普及の著作、祖国統一の三大原則についてが載りました。さらに太陽節を迎え第20回キム・イルソン家祭典と第1回平壌国際声楽コンクールが盛況だったことと、南朝鮮国際問題関連の評論と文書などが載りました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員の朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会キム・ヨンナム委員長が4日、平壌のマンスデ議事堂でオラフ・ピクセ・トベイト団長率いる世界教会協議会と世界改革派協会振興会代表からなるキリスト教国際機構代表団の表敬訪問を受け懇談しました。第33回全国科学技術祭典が4日、平壌の三大革命展示館で終わりました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長のパク・ポンジュ内閣総理と関係者が出席し、剣道者が閉会式に参加しました。閉会式では総合審査結果が発表されました。キム・イルソン総合大学先端科学技術交流社、キムチェク製鉄連合企業所など6つのところが特等に選ばれ、80余りのところが一等になりました。
高い評価を受けたところと個人にトロフィーとメダル、表彰状が授けられ、表彰がありました。第20回国内外著存人の平壌医学科学討論会が3日と4日、人民文化宮殿で行われました。討論会に、著存医学協会中央委員会など、保健医療部門の人、科学者、教員、そして、在日本著存人医学協会代表団と、在米著存人医学者代表団メンバーが参加しました。著存医学協会中央委員会、キム・ヒョンフン委員長の開会の辞に次いで発言がありました。発言した人たちは、今回の討論会が、著存民族の医学技術を世界の先進レベルに引き上げ、民族の思考に合わせて協力と交流を発展させる意義ある契機になるだろうと述べました。討論会では、敬愛する最高指導者、金正恩委員長が示した、党の予防医学方針を徹底させることについての思想と、その輝かしい生命力というテーマの講義がありました。また、伝統の医学技術の発展と、人民保健医療活動で収められた研究成果と経験、理論実践上の諸問題を掘り下げた論文が発表されました。討論会では、論文発表者に証書が授けられました。著存で経済建設に拍車をかけています。両岸道のサムジオン軍の建設にあたった216師団の618建設旅団の指揮官隊員たちが、朝鮮労働党中央委員会2018年4月総会の精神にのっとり、自数日間に数万立方の土を処理する一方、軍機関所在地地区の5カ所の公共施設の基礎の掘り取りを同時に進めて、工事量の8割をやってのけました。一方、ワンサンカルマ海岸観光地区建設現場の人民元軍人をはじめ建設者たちが、膨大な基礎の掘削とコンクリート打ち込みを短期間に終えた勢いで、地上の骨組み工事に一斉に取り掛かって、工事を急ピッチで進めています。著存民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会は、食品衛生法の内容を一部修正し補足しました。第3条と第7条など8条項が修正補足され、食品の生産、取扱機関、企業、団体で衛生条件の保障と食品の汚染防止、衛生保護物資の利用と食品の衛生安全性のチェックなど、食品衛生の法的要求が規定されています。朝鮮総連兵庫県本部のキム・チュンゴン委員長を率いる総連兵庫活動家代表団が、キム・イルソン主席生誕の地、万里庵を訪れました。一行はまた、朝鮮革命博物館、万里庵学生少年宮殿、リュウアン小図工場などを見ています。南朝鮮の KBS によりますと、1日、赤兵生産、社会大改革、釜山運動本部など、釜山市の市民団体、社会団体は、日本の植民地支配当時、日本に連行され、区域に苛まれた労働者を表す、強制徴用労働者の像を、釜山にある日本総領事館の周辺に建てました。以上をもちまして、この時間のニュースを終わります。チェ・ジョンイル、カンソニがお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。再三探してみた知の教育の本。子どもたちを立派に育てるのを国の将来に関わる重大事とみなした敬愛する最高指導者金正恩元帥は、子どもの教育に特別関心を向けています。1104年、2015年の元日、金正恩元帥が平壌育児院と愛育院を訪れました。まず平壌育児院を訪れた元帥は、ちょうど昼飯の時間だからご飯を食べる子どもたちから見てみようと言って食堂に行きました。ついで保育室と寝室、遊泳場を見た元帥は、血の遊びの場に行きました。
ここでは育児院の子どもたちがキュービックやジグソーパズルに夢中になっていました。頼もしげにそれを眺めていた元帥は皆が上手だと褒めてから本棚の前に立ちました。本棚から祖孫語を学んでいるという本が取り出して、同校の人に、子どもの知能教育の本を多く出版して春夜育児院と愛育院はもとより国中のすべての育児院と愛育院に送ることについて話しました。ところが同校の人たちはその時までも子どもたちの知能教育用の絵本があるかどうか調べてみて、いろいろと関心を向ける元帥の心中を推し明かれずにいました。春夜育児院を見た後、愛育院の花遊びの場に行った時、元帥はそこに知能教育用の絵本があるかまた聞いてみました。愛育院の人は子どもの知能教育用の絵本がたくさんあるといい、ある本棚から絵本を取り出して元帥に見せました。絵本を詳しく見た後、他の本棚からまた絵本を取り出して一枚一枚めくってみた元帥は嬉しい語調で、知能遊びの場に本がたくさんある、祖孫語を学んでいる、考えてみましょうという本は子どもたちの知能開発に良い本だと言いました。晩年に笑みをたたえた元帥は絵本を手にして、このような本をより多く出版して国中の育児院と愛育院に送るよう再三頼みました。元帥のその優しい姿を仰ぐ周りの人たちの胸にじんとくるものがありました。春夜育児院と愛育院の現地指導の際、重ねて探してみた絵本には、国中の子どもたちを豊かな知性を持ち文明開化した世界的な人材に育てようとの金正恩元帥の深い意図が込められていました。教育図書出版社の研究者チャンデギルさんのお話です。우리교육도서출판사에서만든어린들의지능교육도서들이경리하는최고령도자동지평가의말씀을받게되었습니다。교육도서출판사에서만든子どもの知能教育の本が金正恩元帥に評価されました。私たち創作家はこれにおごることなく、これからも簡単に作れる立体玩具と子どもたちのクリエーションとインスピレーションを沸かせるいろいろな知能と豆知識の本をより多く出版するつもりです。再三探してみた知能教育の本、交代してお話しました。祖国幸福会。5月5日は祖国幸福会が創立された歴史的な日です。この日を迎える諸村の軍隊と人民は抗日の炎の中で団結の偉大な伝統を創造し、それを絶え間なく継承し発展させた偉大なキム・イルソン主席の不滅の業績を改めて振り返っています。父25年1936年は祖国幸福会の創立とともに抗日革命の歴史で民族大団結のための突起すべき出来事が記された意義深い年でした。当時の情勢は反日民族統一戦線運動を新たな段階へと発展させることを切に求めていました。主席は父25年1936年2月27日から3月3日まで中国東北地方の南湖島というところで歴史的な会議を招集し、強制的な統一戦線組織を設ける方針を示し、国内と満州各地に朝鮮人民革命軍の小部隊と多くの政治工作員を派遣して、広範な地域で祖国幸福会の創立のための組織政治活動を活発に行うようにしました。主席は南湖島から東港に至るまでの厳しい行軍の中、祖国幸福会の綱領と規約、創立宣言を一つ一つ書きました。こうした準備に基づいて父25年1936年5月東港で歴史的な祖国幸福会創立大会を開きました。創立大会で主席は歴史的な報告について、祖国幸福会重大綱領と規約創立宣言を発表しました。
創立大会では朝鮮人民皆の意志と願いを込めて民族の太陽であるキム・イルソン主席を祖国幸福会の会長に推しました。会議で発表された祖国幸福会重大綱領は革命の主体を強化し全民族を総動員して祖国の解放を成し遂げようとアピールした全人民構想の宣言で朝鮮革命の前途を明るく示した特徴的な綱領でした。祖国幸福会は朝鮮の反日民族解放闘争の歴史で初めての常設的な反日民族統一戦線組織でした。祖国幸福会創立、それは朝鮮の反日民族解放闘争の歴史で初めての父方の真の民族統一戦線組織の誕生でした。祖国幸福会の創立によって朝鮮の反日民族統一戦線運動は抗日武装闘争との密接なつながりのもと全国的な範囲でさらに組織的な体制を持って速やかに発展し、全ての反日勢力を国の解放のための戦いへと力強く奮い起こすことができました。祖国幸福会についてお話ししました。